ままにダラダラ、ショーチャンネル。この動画は、人気ゲームモンスターストライクを、深夜に集まるフレンドさんたちとダラダラ遊ぶ動画である。ゲームの攻略や知識をお求めの方はご注意を。おすすめといえど、まさかのゴジラ攻略でしょ、俺。いや、俺、ゴジラね、岸田にも連れてってますから。マジで見てみ、シュリー以外これもうバケモンレベルやで、おい脳筋脳筋パーティー、脳筋ゴジラ最後でジェラルド怖いんだけど俺、脳筋ですね。もう今回キーマンはゴジラやからね、ほんと俺なの完全シュリーだと思うけど、完全シュリーだと思う。そんな背負ってないよ俺まあ行ってみるか。体力は問題ないと思うな、ね、さあ今回はヨッピーさん、あやたかでイルポン、この3名どうなんやろ、ゴジラの動きどうすんの。お城はもう暴れます焼き尽くします。期待しよう。果たして、いや多分ないと思うよ、はい、他のところでゴジラ使ってる人って。いや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 、ゴジラしかいないっすよ、むしろむしろゴジラ、むしろゴジラ、ゴジラパ、ゴジラパ、ゴジラパですね。ああ、これね、これここですね。どうするんですか、見せてくださいよ。なるほど、なるほどね。そっち行っちゃったか。あんた、あんた左にしか履けないでしょうよ。そっか、どどどどどど。いやいやおい、ゴジラ挟まれてるぞ。やばいやばいやばい。動けない。助けて。挟まれてるぞ。カンカンタイムだね。まあ、光属性キラーの大悟さんが。助けてくれる、助けてくれると。おお、しかし。挟まれてる。おお。まあ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 。まあまあまあ。任して。あの二つは俺がやっつけるから。いや、移動すんな、あいつら。あかんやないか。なんせ、タカさんのキャラも俺初めて見んだけど。俺使ってんじゃん、よく。いや、あんま見たことない、使ってるとこ。ほんま。しれーっとそこまで来たけど。ジェラルド、アンチワープの重力バイヤー。ストライクショットめっちゃ強い。ああ、なるほどな。これ俺なんか剣取ったら申し訳ねえんだけど、ちょっとそれは最悪かな。上入るんじゃない、あそこ上入るわ。はい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 、いいね、いいねいいねいいね、だもんこれは、うん、どうしようかな、難しいな、これであっち行くできればね右に寄せてほしいんだけど、ちゃんこれだな。なるほど。タカさん、あ、そっちが机でしょ。上がってだよ。あったら追ってほしい。あ、そうだ。タカさんに当たりに行けばよかったんだ。そう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 。わーい。はい、神回避。当たってるじゃねえかよ。バリバリ当たってるじゃねえかよ。僕だよ。僕だよ。さあ、簡単ですね。うわすげえ火力、150万いつない、もうそこまで来たら殺してほしかった。やっばやばいな。あれ、西郷さん取った方がいいかな。あ、でも成長する、あと2ターンぐらいまだ取んない方がいいな、うんどうせならみんな、ね、みんな食べないところやからなぁ。あ、タカさん取っちゃうの、それ行っちゃう、ドラバー、おお、部長なんなんだ、あれ、どうだったの、あら、まだか、これは西郷さんに当たっても大丈夫か。あ、西郷は大丈夫、ゴジラも大丈夫ゴジラはあなた論外や左下を見つめてる。あと、ちょっとそれまずくない、戻ってくるよ。あ、おい、まあ俺取ったから。
俺取ったから。お前。いや。今のはどうなの？人として。うん？もらった。もろた。多分次座ってると思うんだけどあれ。これショーだな。ビットンが破壊遅くだってどこ行くこいつ。え、何今のレーザーでかだ。すげえな。やめ、乱れ打ちた。あー、痛えな、これは。レーザー当たるかな、こっち。あ、でもバリアが。まあ、当たっといて。といてもいいし、当たらなくて。とりあえず一杯みたいな言い方やめようよ。とりあえず生。ごめんねえけど。もうな、修理かな。つけたらサクサクだったんだけど、あーよかった、そっち行くよな。どう行けばいいんだろう。逆にゴジラに当たれば今当たるよ多分。上行く。いや上行こうよ。上か下から入るか。あのあー反射で、あのなんか踏むとガッてなるやつのとこから入るか。踏むとガッといって下に行くさ。なんつうんだっけあれ、あれ、おっ、うん、おい押せろよ。惜しかった。あ、でうん、シュリが最初だったらこれなかったかんね今。ほんまやね。壊して。はいよ。任せろ。でもこれ1個しか壊せんだろうな。どうやろ。なんで壊せないと思う。入ってくれたらありがたいんだが。おお、ナイスナイス。オッケー、二つ。そっちにも入ったね。うん。これワンチャン横か。あ、もう狙いますよ、それ。やっぱシュリーのな、一遍で壊せるっちゅうのはやっぱ楽しいな。せやな。せやな。まして。さあ、ゴジラさん。おお、やる。まあ、攻撃取れなかったな、でも。取ったらもうちょい威力上がってたんじゃないかな。いや、これは十分でしょう。サイゴードンはどうする。サイゴードン回復がちょっと欲しい、ね、うん、かもボス潰しとか、うん、潰せんじゃない。サイゴードンの光キラー、うん、おーおーい、待て恐ろしい。ちょっと撃っただろ今、壁に挟まって威力上がって。マジかよ。ハート、ハート、いてよハート。いや来ない。いやー来ないか。タカさんって潰しときたいね。うん、ここで潰してくれたら次がな。次修理から始まる。やっぱり一瞬の、うーん、これはちょっとあれだわ。うん、恥ずかしいわ。うん、まあ、ハムいらっしゃよ。ハートは、お出た。うん、これは育てる。戦略的スピード。育てる？どっちもいいよ。でも多分翔さんだと横間無理だから。うるせえな。多分上の方に行っちゃうと思う。本当ね。で最終的に靴取ってとどめさすっていう、ね。俺の端末のせいでね、まっすぐ引くじゃん線を。おい、微妙に感覚ってなるよねあれ。ステイだと育たないよ。うん。うん、だからもう俺のターンは捨てた。俺も無理だよこれ。いや多分俺に当たっても大丈夫じゃないの。はえ、どうすればいいどうすればいい、どうすればいい。縦ハート取っちゃうよ。あー、そうなるんか。いや、ステイ。結局ステイ。もうちょっと待って、これで死んだらシャレにならない。でもこれ最後さん取るんじゃねえの。最後取っちゃうねこれね。どうせ取っちゃえ。どうせ取るじゃん。取りながらも殺せばいいんじゃない。でも修理から始めたいよね。なるほど。まあ取って、タカさんがとどめ刺す感じで。なるほど。それも刺すしかないっしょ。これ刺さなかったらもうあれっすよ。もうアンインストールですね。でリセマが始まる。そう、リセマラゼウス出るまで。そう、ゼウス出るまで。ゼウスしかダメだから。やらんかもしれない。引退か。いや、大丈夫やろ、これは。大丈夫、さすがにね。さすがにね。まあ、さすがにね。さすがにね。さ
さすがにね。これで修理がさあなるべく壊していただきたい。ここでお仕事。どうしようかね。さあ場所もいいとこやけどどうしようか、はい、SS 使っとく？使わずいく？多分いくら残るよ。いや多分ね次が辛いんだよね。普通に果てで下のと上のを壊す感じでいいんじゃない？もう一回行け。オーケー。これはいいですね。いいね今のは。はい、で上行きますね。さあ。いや下から行って。あこれ待って離れちゃった指。ああ。入ったけど。入ったけど抜けてきちゃった。まあ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 。指離れちゃったよ。出たこの。さあ指不明の意味不明の近藤さん。シックスパックじゃ、シックスパック。あ、これ挟まれてんのか。あ、まあまあ、これはしゃあないね。あれ、うざいからね、地味に拡散打ってくから、近距離。どうしよう。タカさんはもう、ね。間挟まる？二人も。上でもいいけどね。どっちでもいい。タカさん、下でいいじゃん。ジェラルド、いけ後頭部をどああやっ倒したまあ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 、まあ、これどうしようこれはもうね上行っていいんじゃない上狙う上かもうあのビットをもう狙いに行くビット狙うっつってもなうわあそうなるそうなるそうなる帰ってきよったで、うん、上入りたいなこれいけるかなこれ入る位置としてはヨッピーさんの位置が最高じゃない難しいな今だ来た来たうまいゴジラに当たれみんないいぞ今狙いとけぞあーいやー西郷さんが入ればもうもう、はい、もう言うのゴジラに当たる必要もないそれないけんじゃないその角度結構入りやすいと思うよ敵の悲鳴が聞こえるぐらいやろ、うん、もうあの骸骨がいやーっていやーいやーこないすゴジラ十分いやーってぐらいやわいやだ拷問車輪ね78の強すぎ笑えんわこれ釣り下なんだよねうわ誰も下いねえな修理が突破口を開いてくれるワインテル。あーでもこれ下感がベストじゃん。そっから行く？ん？ポストポストか敵と敵の間に挟まる感じじゃね？戻ってくんなや。いやもう縦にあれされてた。封じられてたか。ああ修理頼むよ。どうやろこれ SS 横に使ってもいいんじゃないいやこれはいけるんじゃないかいけるかなああそう反射しまくってたそう真ん中 OK ナイスで次のやつに残せれたらもう最高や OKOK んなんか無駄ダメ受けだなんか雑魚来たなよかった雑魚でなんかゾウさんみたいな気だけどコアラなのこれゾウさんか入れるかな間間に入れるかね俺は入るなんかヨッピーさんずっといい位置取ってんなけっうまいうまい素晴らしいスナイパーですよ最後さんもあこれ最後さんもいけますねこれ同じルート取ってくればいいからさあプレッシャープレッシャーをかけてくプレッシャーそれでも40万をすごいまあね減るから大丈夫うんザコ死んだのが見ない大丈夫何を食らった中だからやばいっす中やばいっすあれ取りたいこれは取らんとちょっとやばいな取ってタカさん取れるかね取れるよ、感化すれば取れる、うん、あ、でもガーンってなって終了かもしれないザコも死ぬでしょそうやっていく多分ね、それね、戻ってくるよ本当やん、あ、でも取れた
危ねえ今の。危ないよ。ちゃんと聞いて。狙ってる狙ってる。狙った結果はこれでしたみたいな。いってー。うわー、あれがね、気持ち悪いよな、あのビットンの。そう、これもビットはなかなか壊せんからな。これは、でも位置的に厳しくね。最後さ、だって当たれるかな。当たるでしょ。オッケー。抜けたー。おお。あ、まあまあまあ、あっち硬いんだな。弱点ストップ。うわ。倒すよ。いいよ。どうぞ。あ、そっち行っちゃったか、弱点。いけるかな。どうや。ちょっと横に行きながら。うん。よし、オッケー、ナイスショット。あと取れなかったな。次次第だな。西郷さんから始まるラストステージ。山手線ゲーム始まるかと思った。そんな楽しくね。リチトンだな。邪魔だね、ほんまな。おお、横になった。しかもビットンの最初の位置が鬱陶しいよね、これ。どけ。ウキプキ。うわー。やばいやばい。修理始めの方が良かったな。いや、どうせこのビットが移動してくれて一直線になるから、そん時狙うのもありないけどね。どうしよう。打っちゃう。また。ここで？ここで？早くね。なんで、なるべく右に入らない方がいいんだよね、確か。あ、そうなの。うん、まあ任せるよ、高さんに全てを。お、打ちに行く。いや、打たない打たないか。2発当たんない。怖いな、ダメージが。次の修理で全てが決まる。いやお、下を潰せ、下を潰せ。さあさあ、ここです。下を枯れ返して。出ない。出ないか。次十字？あれ。全破壊で。いけ。やっと、ストライクショット？気持ちいい。あいえ。おお。美味しいわ。さあこれで俺の仕事は終わったぞ。耐えるよな。怖い。どうしよう。これはおっしゃ。来たー。無理だ。これは来たー。無理だろ、あれは。さすがの Y さん無理だぜ、あれ。いや、 Y さんならやれる。 Y さんならやれる。斉藤さんが攻撃してこないか。やっしぐる斉藤さんが。あれ嘘。本当だ。あっち入っていいかな。あ、位置があるんか、ほんまや。いけ。よし。ナイスー。グッジョブ。グッジョブ。これは MVP やわ。せやろ。せやな。上にとどまりたかったけど、まあ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 といったところ。最後ドン。さあここや。見せたれ見せたれ、最後ドン。やったれ最後ドン。あれまだか。あれ最後ドン。壁に挟まるんだよ。壁に触れるたびか。おっと、おっと。素直に良かったかな。最後の。どうしよう。結構離れてんね。厳しいね、高さん、それは。厳しい。いやでも、これは厳しいぞ。厳しいな。こんだけ体力あったらもう右に入っていいかもね。なるほど。入るかな。次狙うか。ここ？そう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 。その角度。オッケーオッケー。止まってくれよ。多分下に抜けると思う。ああ惜しい。シュリさんはどうする。え。そういうこと聞く。シュリさんはどうする。そういうこと聞く。もうログアウトですか。もう僕はもうお仕事終わったんですよ。もう今から厳しいな。縦勘ですね。縦勘にします。縦勘にしますよ。入った。これ生きるか。これあるんじゃない。高さの釣り立てたらもう終了だね、これ。これもう来たろ。もう入ってきた。
うわもう画面ぎゅうぎゅうだよ。なんだこの圧迫感。真ん中 入った方がいいかな。十字はないし。ストライクショット使う？いいよ。全然食らわないと思うよ。あっち。正直ゴジラなら見たい。おお、泣くんだちゃんと。あ、そっちに泣くの。これね、弱点やだよ、100万以上いくんだけど。なるほどね。熱心だね。そう。さあ。ハートも出たな。この辺かあれ取れあれあれ絶対無理だよな。あれ取れたらキス。ああどうもナイスナイスナイス。はい高さん決めてね。さあそれも削れるよこんな。ジェラルドにかかる。これもう完璧やろ。できるっていうね。なんかこうネロ3体ぐらい倒せる。多分もう弱点だし。確定ですねこれ。勝ち確ですね。俺が守ってやるぜ。あれ。抜けた。おいおいあやたか。おいおいあやたか。おい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 。あとトロショーさん。おい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 もう終わってる。こっち終わる気でいたんだが。あれ？もう話す気でおったんやけどスマホ。なんでなんで？あとなんでなんで。あと全部取んなよ。シュリさん大暴れした。やばいぞ。やばいぞ。あと2ターンだ。あと2ターン、うん、やばいぞ。入るよ、もう横。うん、もう入るしかないよ。あ、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 ナイスゴジラ、ナイスゴジラ。あ、ナイスゴジラ熱戦。やばいぞ、これ。もう、あいつもネタ切れだぞ。あいつもネタ切れやし、こっちもネタ切れっぽいぞ。やばいぞ。西郷さんにかかってるな、これ。西郷さん。上行った方がいいか。上かんでゴジラ砲台。いけいけ。ナイスナイス。あぶねあぶね。申し訳ない。申し訳ないっす。高さんから謝罪が。ないよ高さんもう一回謝罪は謝罪。あめ短っ。あんなバウンまさかやったね。お、2体落ちたぞ。うん、壁に打ったもよかったもんな、よし、2体ゲット。あー、ハラハラした。ほんとだよ。めっちゃギリギリの勝負やったな。オッケー、よし、たまるかな。またまた。いただきました。いただきました。絆報酬木剣追記。いや、しかしでも高さの減るね、だいぶ。2回当てればね。2回当てたらもう勝ってたね、あれ。160万なんだけどね。あれはどういうことなの？打ち上げちゃってすかしたってこと？そう、そう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 、ちょっとね、高く上げすぎちゃったね。多分ね、斜めにねちょっと入れたらね大丈夫だったんでね。斜めか。なるほどね。右上狙ってたら多分大丈夫だった。あ、まあまあやけど、あれがなかったらねもう終わってたからね。ナイスです。まああれを決めててれば逆にね。そう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 、そういう考えはある。いい場面を作ったっていうことでね。そうね、最後とも引き立てた。そう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 。さあというわけで、やっとようやくマリーさんを、よいしょ、もう画面が遅くなってんな。ほら、おお、マリー・アントワネット。でも勇気ってことは、勇気死んでんの？よしゃ。まあ今は生きてないよ。今は生きてらっしゃらないね。今の時代には、うん、アンチ重力バリアと魔王キラーと。ケーキ食べればいいっていう話ですよ。それはバカにしすぎ。まあ貫通ゲージはちょっと俺は欲しいから、これは育てたいな。育てる格好。育てない。育てます。できれば楽極みする。お疲
疲れっす。お疲れです。ではでは、お疲れ様でした、はい、お願いしました。お疲れ様でした。さあ、いやー怖かった。気ままにダラダラ小チャンネル。